畑。ちょ、びっくりした。なんでいるの分かったんですか？来るの分かってたんですか？いや、待ってた。やば。びっくりした。どう？なんで分かったんですか？いや、待ってたんですよ。マジですか？いや、ほら、ドッキリって言うとさ、大抵上上がってからじゃん。マジでびっくりした。マジでこの絵、これ。腹減ったっす。腹減った？腹減ったっす。何食べたの？ちょっとめっちゃ空いてましたね。いつも空いてる。なんでいつも空いてる？じゃあこれマジなんだけど、今までってマジで俺スッって入ったんだけど、最近閉まんなくなってきた。太ったってこと？腹が。他がそのままなんだけど、ここだけ、なんか部分倍化してきて、でこうやってると5分ぐらいするとウッってきてきつくなってくる。マジで。開けちゃうんすね。今日は、はじめくんがお仕事でいません。はい。おぉ、東京ですね。東京です。はい、日々、はじめくんに、まあ僕たち感謝してもしきれない部分があるじゃないですか。ある。はい。ありますよね。はい。ちょっと待って。あぶねえ、今の言葉が出てこなくなったっけ。まあそろそろなんかこう、はじめくんの好きなもの、好みのもの、はい。なんとなく分かってきたんじゃないかなと。あの人って、なんかこう、物への執着心っていうの？まあ、たくさんのもの取り扱ってきてるじゃないですか、今の動画で。なので、こう、物に対する感動っていうのが、ちょっとこう、薄れてきちゃってるんじゃないかなって。なんかあれですね、これ欲しいとかなったら、自分で買って動画でやっちゃいますもんね。そうそう。ここで、僕たちから、一つずつ、はじめくんに何か、プレゼントしようじゃないかと。あー、へー、父の日的な。そうそうそう。はじめの日ですね。はじめの日。はじめの日。はじめの日か。かといって、なんかこう、あんまり高いものあげると、こう、いろいろ、あーってなっちゃうんで。予算的には、まあ、1000円以下のもの。まあお菓子でもいいし、グッズとか、とりあえずはじめくんが喜びそうなもの、1000円以下でをこう各自自分なりに考えて、まあ明日はじめくん帰ってくると思うんで、そこでこう3つこう置いといて、はじめくんにこれ僕たちからプレゼントですと。どれが一番喜ぶかなと。お手軽なものでどう喜んでもらえるかみたいな。そう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 、結構難しいと思うんですよね。難しい。これを例えばお菓子とかだとしても、あの子が好きなものを選ぶのか、それとも全く真新しいもので興味を引くのかと。なるほどね。戦略ゲームが入ってるんですよ。で、それをどこで買いに行くんですか？そうだね。生、やっぱ何でも売ってる。あそこですね。あそこっすね。あそこか。某あそこっす。あそこに行って、はい。買いに行きましょう。えい。傭兵運転だ。行けるかな？あ、これ多分一回下がった方がいいかもしれない。いきなり事故っていく？富山もそうだと思うけどさ、車って必須なんだよね。富山ないとやばいっすよ。そう、静岡も静岡で。だって俺の地元なんてさ、山の方なんですよ。うん、結構田舎っつってもさ、ショッピングモール、私はあるじゃないですか、どこの田舎も。うん、遊ぶとこ？遊ぶところとかさ、俺なんもないんだよ。やば。いやいやいや、また。そう、しかもあるって言っても、車走らせて40分後ぐらいとか。やば。え、マジですか？違う国や。地元、信号1個しかないですもん。え？マジっす。逆になんかもう行ってみたいレベル。信号1個のコンビニ1個っすよ。もうみんなの地元行ってみたいやります。あ、女の子だ。ね、あれちょっと顔見たいところではあるんですね。あ、メガネ系女子か。いや、あれを、ん？いや、知り合い？今ちょっとうなずいたね。あ、待ってたな？うーわ。はい、帰ってきました。はい。はい。皆さん買いました？買いました。いや、すごい悩んだんだよね、俺。うん。これ俺も結構悩んだな。1000円以下っていう縛りがあるから、物は限られてくるじゃん。うん。いやー、難しかった。じゃあ俺からいこうかな。あ、もちろん。これ、すごいっすよ。僕がですね、はじめくんに渡すのは、渡すというか見るのは、このラブライブの、違う！ラブライブじゃないそれ！え？
これアイドルマスターズ。あーまあいいや、同じ同じで怒られますよ、怒られますよ。ちょっともう一回やっていいですか。怖いんで。アイドルマスターのカードゲームなんですよ。カードゲームっていうかボードゲームに近いのかな。へえ。あ、ドンジャラって書いてある。ドンジャラ書いてある。ドンジャラスマートっていうかドンジャラス。これなんと400円切りました。300ちょいぐらいだった。へえ。もうまあ手軽に2周したら終わりっていう感じなんで。へえ。遊べますね。遊べますよ。はじめくんアニメ好きですかね。うん、アイドルマスター見てるか分かんないけど、うん、これでいきたいと思います。なるほど。じゃ次は行っていいですか。はい、そうです。何そんなん買える？1000円で。え、1個じゃなくていいんすよ、同じの。ああ、オッケーオッケー、同じやつだった。うわ、あー、そういうこと、ね、うまいな。これかける4。72プラス4枚かける4だから76かける4で、まあ暗算できないんで、まあ多分出てます。多分出てるんですけど。うまい棒食べてんのにまたおかしい。いや、やっぱ何があれって編集中とか見てても、お菓子食べたいとか言ってるんですよ、はじめさんは。たまに口寂しくなるじゃないですか、うん、まあ、編集してる と、 ちょっと脳が疲れて、お菓子食べたくなるもん、ね、そう、なんか食べたいなってなるときにこれがあればね、うまい棒食えやって話なんですけど。いや、俺ね、うん、確かなんだけど、うん、あの子パリンコ好きなんだよね。マジで？パリンコ好きなんだ、確か。マジで？確かパリンコ好きだったと思うんだよ。そうなんですよ、あの人パリンコ好きなんだ。クソ持ってかれるわ。これはやばいな。これ1個250円ぐらいだったんで、そう、お、これ4つ買えるやんつって4つ買いました。俺も4つ買えばよかったな。じゃあ大志くん最後。最後、あの子美意識高いじゃないですか、うんうん、すごい、女子並みに、うん、なので、ダーン、ん、内股ダイエット、美脚と美尻、美尻、美血、美尻、多分挟んで、そう、挟んでここら辺を鍛えるってことですね、うんうん、これだったら編集中も椅子座りながらできる。お腹とか結構男性気にするじゃないですか、うん、あの子結構モデル系のことやるじゃないですか、あ、うん、足もちょっと綺麗にしてもらいたいなと。なんとこちらお値段の方が、はい、税込み842円。すげえ。さらなる美を追求していただきたいな。普通に欲しいぞ。すごい、みんなジャンルが違う感じで、本当に違う。食べ物、美容品、娯楽、娯楽、どれを選ぶかですよね、はい、本当。明日帰ってくるんで帰りを待ちましょう。はじめくんが来ました。待って、ギリースーツがない。おはようございます。おはようございます。はじめくん、え、ちょっとここにお座りください。はい、はじめくん、はい、ちょっと日々我々ははじめくんに感謝をしているわけです。おー、ありがとうございます。そこで我々からちょっとプレゼントが、急な、そんな、誰が何を買ったかちょっと言わないんですけど、はじめくんが本当に嬉しいものを1品だけ選んでもらっていいですか。この中からです。そう、この中からです。あー、待って、個性強くない？待って、え？俺、アイマスあんまり知らないんだよな。あ、でもなんかこれは普通に嬉しいね。何この、え？そんな静かに渡す？いや、ちょっと大食い最近したから、これはちょっとまずないとして。なるほど、なるほど。で、アイマスもそんな詳しくないんだよな。ちょっと歌しか知らないし、ドンジャラもよくわかんないんで、ちょっと。ってことは？美脚になりたいんで、これかな。ありがとうございます。それ僕が選んだ。あ、大地君、ありがとうございます。いや、これ編集中も使えるんじゃないかなと思って選んで。おー、僕もそれ普通に欲しいんですよね。めっちゃ助かる、これ編集中に使って美脚を目指してください。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。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 今宵開かれるのは畑の怖い話でございます。おー、まあね、もうじき夏っていうことで、みんな普通何気ない会話してると、うん、なんか怖い体験結構してる人が多いと思うんで、うん、はい、いくつか紹介してもらおうかなと、うん、今日は2名、うん、怖い話紹介してもらいたいと思います。はい、話したい人。うわ、怖えー。怖えー。じゃあ、はじめくんと、じゃあ、何だっけ、何くんだっけ。ねえ、あ、怖ーい。怖い。うわ、怖。じゃあ、いきますね。はい、はい、まあ、僕は決して話が上手な方ではないので、うん、もう純粋に僕の身で起きた怖かった話をそのまま言おうかなと思います。これガチの話です。はい、まあ、ご存知の通り、僕よく心霊スポットによく行くんですよ、うん、はいはい。え？
心霊スポットによく行くんですけども、はい、あのよく連れて行く後輩のまさやくんって、はい、いるじゃないですか。 あの子なんで連れて行くようになったかっていうと、うん、昔一人かくれんぼだっけ、うん、というやつをやろうと思ったら、うん、あの子がどんな子かわかるじゃん、うん、泣かないタイプじゃん、うん、泣かないのに急にその動画やろうって言ったら泣き出しちゃって、うん、なんか夢でその前の夜に同じ光景を見たみたいな、うん、で本当にやめましょうって言って結局やんなかったことがあったんですけど、はい、それで僕は目をつけまして、はい、お前いいねと思って、うん、こいつ霊感持ってると、うん、こいつを心霊スポットに連れていけば、うん、まあ、何かしら何か来るんじゃねっていうもと、まあ、僕は彼を心霊スポットに連れていくお供によくしているわけでございます、うんうんうん。まあそもそもなんで行くかっていうと霊を見たいからなんです、うん、霊感がないから見たいし、心霊スポット危ないからやめなって言われても何も起きないから、うん、好奇心でもうどんどん行っちゃって行っちゃって、うんうん、多分結局僕何か痛い目に遭うまでやめないと思うんですよ、心霊スポットに行くの、うん、っていう感じで、まあこう毎年毎年夏とか季節問わず心霊スポットをマサヤと一緒に行ったんですけど、うん、ある日旧天城トンネルっていう、うん、聞いたことありますよね、はい、心霊スポットにマサヤと行ったんですけど、はい、であの子新しく車買ってて新車、うん、まあ、K なんですけど、はい、それはいいかで K 買って新車で、はい、もういいじゃんそれで行こうってマサヤの車に乗って二人で心霊スポットに行ったんですけど、はい、まあ行った後は全然何もなかったと、はい、ただすごい怖くて、うん、まあ、何にも感じなかったんですけど、うん、うわーすげえ怖かったね今日もみたいな感じで、うん、そのまま帰って、うん、その日の夕方かな夜かな、うん、夜になんかマサヤから LINE が来て、うん、やばいですみたいな、ハジュさん起きてます大丈夫ですかみたいなのが来て、うん、でどうしたって送ったら新車が壊れちゃって、うん、なんか高速道路っていうかバイパスのとこにブレーキが効かなくなったみたいで、なんかもう急止まんなくなっちゃったから、うん、無理やりなんか高速道路の端っこで止まったみたいな、でなんか原因聞いたらなんか車のどっかがもう焼き切れてて、うん、ブレーキが効かなくなっててみたいな、新車で、新車でっていうのがマジでありました。扇風機3台みたいになってますけど、マジであった話で、うん、まあ、これ一歩間違えてたらあの子死んでたなって思う。確かに、確かに現在は死んでます。死んでるか、どうせです、元気に来てますなんで今度からちゃんと塩を持って心霊スポットに連れてきます。いや、ぜひ、はじめくん大変あの、やばい何にも分かんなかったですね次は、あ、じゃあ田中さんで、はい、みんな誰しも中学生だった時代はあると思うんですけど、こんな僕にも中学生だった時代がありまして、ええー、そうねえここじゃない中学生の時って高校に上がる時に高校入試をするじゃないですか、うん、高校入試するけど大体どれくらいの高校なら合格できるのかなって言って、みんななんか模試というかそういうの受けると思うんですよ、うん、模試の会場に母親が連れてってくれるよって車で、うん、ってなって、でも母親はもともと違うところに住んでて結婚と同時にその地元に来たんで、その地元のどこの大学って言われてもわかんないんですよ、うん、だから前日の夜に明日の場所を見に行ってくるわって、うん、夜の12時過ぎとかに車乗ってその見に行ったんです。で普通に見に行った後普通に帰ってきて、で俺家にいたら母親からねーって言って、大学の寮の子かわかんないけどさみたいな、こんな時間もうバスないのにバス停で女の子が一人ずっと下向いてうつむいてたんだけどみたいな、男に振られたんかなみたいなっていうのを俺に言ってきたんですよ。だから知らねえみたいなで俺が言ってたら、もう夜の12時過ぎてたんで父親も帰ってきてたんですけど、父親がいや実は行ってなかったんだけどあそこの大学出るんだよねみたいな、お化けが出るで有名でみたいな、飛び降りる人の影が見えたりとか、だからそうバス停で夜中に女の子が
ずっと下を向いてるとか、もう全く同じ状況の噂が出てたんですよ。でうちの母親もでもはっきり見えてたらしいから、いややめてよみたいな言ってて、うん、で次の日普通にもし受けに行って母親に連れてってもらって、でもし終わって帰る時に母親が車運転しながらなんか体調悪いなみたいな、おかしいなって言ってて、でなんだみたいな。でもうちの母親結構体調悪くなりやすい人なんで、うち俺からしたらあいつものことかみたいな感じでほっといたんですけど、でもし終わった後に俺は友達の家に遊びに行ったんですよ。でまた遊び終わって帰ってきて、夜帰ってくる時に家入ろうと思ったら、なんか家の近くに行ったあたりで俺の玄関からなんか声聞こえるんですよね。でなんだって思って近づいていったら、母親が玄関で一人ですよ、出てって出てってってドアの前でなんか体をこうやって動いてて、なんかもう出てって私から出てってって言ってずーっとこうやってやってて、俺もう終わったと思いましたねその時。で、どうなったの？いや、でも普通に体調悪いままだったんですけど、でも別に今も普通に生きてます。え、それ出てってっていうのを見たたんだってどうしたの？いや、もうマジで気持ち悪くてもうやめてって言いましたよ。そう、もうずっとやってましたね。出てって